お弁当あるけど食べる？海辺の小さな弁当屋で働く千尋さんは元風俗嬢。エロジジイは早死にするようにお醤油2つつけとくんだな。離せよブス。大人なめんな。店の人に謝れ。注文いいですか？何も聞かないんですか？目を見ればわかるよ。なっつってしたくなっちゃった心の中。店長？おい、もう千尋じゃん。久しぶりだな。誰かに恋したりしないの？気づいたんだよね、人の心を独り占めすることなんてできないってことに。私だってされたくないもん。僕たちはみんな人間っていう箱に入った宇宙人なんだって。やってきた星はバラバラなんだから分かり合えないのが当然なんだよ。今無理、水の底にいるから。じゃあまあしばらく沈んどけ。人の体は浮くようにできてっから。千尋さん。千尋さん。うっさいよ。世界のどこかにありますよ、同じ星の人。今のあなたがとっても好きよ。きっと彼女に会いたくなる。千尋さん。